マセラティの新型 SUV、グレカーレの試作者へ、英国編集部が試乗。乗り心地や操縦性など、高い競争力を備えているようです。電動化への足がかりとなる SUV。英国編集部は、イタリア北西部、アルプスの麓に位置する、バロッコサーキットへ招待された。肌寒い空気が流れているが、気持ちは期待でほてっている。マセラティのフラッグシップサルーン。 クアトロポルテトロフェオは正直言って今一つ冴えないモデルだった。しかしブランドが生み出してきた過去の記憶が次期モデルを待望させる。マセラティは人員体制の見直しを加えつつ新モデル開発を意欲的に進めている。今回試乗させていただいたプロトタイプの限りでは新しい SUV はクアトロポルテとは違う成果が得られそうだ。グレカーでは現在のマセラティにとって 非常に重要な意味を持っている。大型 SUV のマセラティレバンティより小柄なセグメントに相当するモデルで、これまでにないラグジュアリーさとイタリアンなセンスを体現することが目指されている。市場での支持が高い中型 SUV を投入することで、マセラティの業績を上向かせる狙いがある。同時に、純 e V への足がかりを作るモデルでもある。マセラティはイタリア語で稲妻を意味する。 フォルゴーレと題した電動化戦略を打ち立てている。その手始めとして、2022年には純 EV のグレカーレがリリースされる予定だ。スーパーカーの MC20 にも純 EV 版が登場する見込み。ニドア・クーペ、グラン・トゥーリーズモの後継モデルも完全に電動化されるという半導体の供給遅れで発売は2022年。 春、今回筆者が試乗したグレカーレは、ガソリンと電気のハイブリッド、これまで250台ものプロトタイプが作られ、膨大な数のシステムが試されてきた集大成の一つが、間もなく、仕上がろうとしている。現状では試乗したグレカーレが、最も完成状態に近いグレカーレとも言える。コビット1 9の影響で、半導体の生産が乱れていなければ、本来のスケジュールでは、 開発を終え、販売が始まっていたという。だが、結果的にリスケジュールされ、発売は2022年の春まで延期された。細かな調整をもう少し加える時間が、技術者には与えられたようだ。試乗車はプロトタイプということで、車内のほとんどにはカバーがかけられていた。ダッシュボードだけでなく、センターコンソールにも、そのため、 インテリアの印象はお伝えすることが難しい。カバーの隙間から覗き見た限りでは、レザーがふんだんに用いられ、ダッシュボード上部には大きなインフォテインメント用、タッチモニターが鎮座している様子。マセラティの特徴といえるアナログ時計は、ロイヤルブルーの文字盤はそのままにデジタルで表現されているようだ。時間だけでなく、加速時にブレーキやアクセルペダルの踏み込み量など、 表示情報も選べるという、レザー張りのフロントシートは、適度に柔らかく、サポート性にも優れ、良いバランス。SUV というフォルムを活かし、リアシート側の空間も、広いように見えた。頭上空間も足元空間も、ゆとりがあるようだ。2.0リットル4気筒ガソリンのマイルド HV。パワートレインは、300PS を発揮する2.0リットル4。 人ガソリンターボのマイルドハイブリッドが、試乗車に搭載されていたもの。モデナで製造される、スーパーカー、MC20 が搭載する3.0リットル V6、ツインターボ、ネットのユニットのデチューン版も選べるという、トランスミッションは、エンジンを問わず、ZF 社製の八速 AT が組まれる。戦術の通り、純 EV 版のグレカーレも追って登場する予定だ。グレカーレは、 すべて四輪駆動。内燃エンジンの場合は、アルファロメオがステルビオに採用する Q4 システムと基本的に同じと考えて良い。通常、駆動力は50、50で前後の車軸へ割り振られる。マセラティの技術者によれば、特定のモデルで、 特定のドライブモードを選べば、すべてのトルクをリアタイヤへ伝達させることも可能だという、リアタイヤのグリップやトラクションの限界を超えても、伝達を止めないらしい。おそらく、トロフェオを名乗るであろう、グレカーレが該当するモデルになるのだろう。かなりダイナミックな設定だと言える。少し長くなってしまったが、バロッコサーキットでの試乗と移行、指定されたコースは、 全長約 5km。適度にチャレンジングで、イタリア・ピエモンテ地方に見られるような、起伏が大きくカーブの続くルートが再現されている。アスファルト舗装も荒れ気味。量産間際のグレカーレにとっては、お馴染みの道と言って良さそうだ。この続きは、後編にて、